ちょちょちょリップリップ髪の毛髪の毛危ない危ない、セーフセーフ、結構セーフやばい髪の毛がボソボソすぎて、オーマイガー、ただいまモス、ハロー、ボンジュール、ニハオ、おつおつれな、もうツインって分からんぐらい潰したツインになっちゃってる、おつでした、ありがとう、今日も楽しかったないかも、でも明日の公演が疲れるかも、今日からの明日の公演からのというか今週全部公演なので、火曜日以外で、火曜日も違うお仕事があるので今週が大変かな、今週が疲れそう（笑）ありがとう、帰ってます、帰宅です、よろしいよ。おつ。控え室でありがとう。公演たくさんだね。25待ってます。レッスン着は半袖かも、多分明日の、え、明日ってどうなんやろ、寒い、眠くないかも、あーでも、どうやろう、でも8部が始まる前に爆睡してたかぎりのセーター、明日までなんや、一回も見てない、うん、虹ありがとう、かわいい、なんだっけ、虹がかかるじゃなくて、レナがいつも歌うやつは保育園の時に歌ったやつなんですけど、虹がだ、空にかかって、きっと君の気分も晴れて、これが大好きなんですよ、きっと明日はいい天気、きっと明日はいい天気っていう歌があるんですけど、この前にちょっと前に歌ったら、知らんって言われて、みんなに、だからなんかと思って、今日はマジでもう右目がやばすぎてアイテープ貼ったけど、あんま分からんかったんかな、なんか同期にあんま分からんでって言われたけど面倒くさいなと思って自分のねやつって見えへんかな、公園も見んかも、虹がほら久々に、そう知らん人もいるんですよ、普通にね保育園で歌ったそう知らん人おるんや、結構半目になったらテープ見える、だからあんま見えへんか、見えへんな、あんま、なんかめっちゃちっちゃく切って、まぶたの上にポンって置いたんですけど、
分からんなあんま。ママの手紙新一歌ってる。でも毎日歌ってた。マジめっちゃ好きやってこの歌で歌ってました。明日までらしい、レナの生誕見るか分からんけど、みんなが。お家帰ったよ。分からん。虹が虹がどんな歌やったっけあれ。いっちゃう最初これにサビなんですよ、虹が虹がって。やっほー、けごしいいよ。虹がソウルにかかっての最初教えてください。誕生日おめでとう。虹がソウルにかかってですね。今日はわかった。目めっちゃ痒くて、あの寒暖差、女寒暖差が、そうサビなんですよこれ。うわっ、庭のシャえなんだっけ、忘れた、思い出せへん、どんな音程やったっけ。うわそんな歌やった。え、何やったっけ。そう寒暖差アレルギーで、マジ右目がもうほんまにもうめちゃくちゃ腫れちゃって、で起きました。テープをえ待って、何やったっけ、もうここまで出と。分からへん、何やったっけ。ちょっと思い出せへん。めっちゃくしゃみ出るし、めっちゃ目かゆい。ブタクサなんかな、恥ずかしい。ブタクサの症状出てんのはずい。すぐバレた。マジもう目がかゆすぎてずっと書いててしょぼしょぼになる。虹とシャベルね、庭のシャベルが一日濡れてみたいな、なんかこんな感じやねんな。忘れた。庭のシャベルが一日濡れてみたいな、こんな感じやんな。結構近くない？こっちかいんですよ。雨が上がって虹、雲が晴れてみたいな、空が晴れてみたいな、なんかこんな感じだったんですよね。え、いやいや、普通にブタクサ無理、はずい。どんなんやったっけな、マジ思い出せへん。もうちょっと思い出せるのに。いや、あんな、こんな感じやんな、やっぱ。庭のシャベルが一日濡れて、晴れて、気分も晴れて。いや、違うな、ちょっと違う。ちょっと思い出せなかった。でもめっちゃ気になんねんな。何やったっけ。そう、豚草ってさ、なんかはずくない。アレルギーなんか持ってる、え、豚草でーす、みたいな。はず。それやったらなんか、杉でーすとかさ、なんかあれなは花粉ですって言います、そういう時は。っていう話を今日ファンの人とした。ブタクサっていうの恥ずかしいから花粉症って言ってるみたいな。でも花粉もちゃんと持ってるから、ちゃんとって、うん、ちゃんとっていうのもなんかあれですけど、でもブタクサがメインなだけで、花粉もちゃんとくしゃみ出るから。こんばんは。
そう、花粉もねくしゃみ出るんですよ。みそそみなそそラドラソ死んだ今のしゃべるが一日濡れてか雨が上がってなんちゃらららららみたいな、これがなんか結構続くのが3回ぐらい多分5人目え全然気づかんやん。この話マキコさんにすればよかったな。うわーやってもた、忘れてたわ。もう全然違うこと一生話してた。もう帰りの新幹線も帰りの電車も一生ずっと一緒にいて一生話してたわ。何やったっけ、その後が忘れたわ。どんな話してたっけ。でもマキコさんとも無理、アイテープするのめんどいな普通に仲良しです。聞いとくわ、明日忘れてなかった聞いとく、明日の公園で打ちですね。そう、オンにだから、巻き込んにだから巻き込んに、巻き込んにです。打ち、あやさんが右にいて3人席で新幹線の、で左にマキコさんおって、でなんかかぎれなはさ、マキコさんは何なのみたいな、なんか先輩尊敬好きみたいな、なんか聞いてきたから、え友達ですって言ったら爆笑してた。え友達なん今日はお風呂入っていい公園と心拍数やって寝ます。明日の準備をして寝ますね。はい、楽しみ。レナももうなんかこの間いい公演あったやんか、心拍数初披露の時、あれもうぐたくさじゃないです、花粉症です花粉症です、ノーぶたくさ そう、ずっと喋ってた。全然レナ眠くなかったからいいんやけど、もう3人で名古屋着いた時に誰も寝てへんかったな、寝れんかったな、誰もいっぱい喋ったなって言ってたので、え違う違う違う、ブタクセンを取って、違うから、花粉症やから花粉症やから、ブタクセンちゃうから、花粉症です。いや寒暖差アレルギーやな今は。一生話してたな、ノーブタクサです。はい、すいませんがブタクサじゃないので。でなあざでした、あざでした。うんうん、くしゃみフェチやめて。おやすみ。ハクションって感じなのでね、ブタクサじゃないです。ブタクサじゃないです。ね、かぎれん何したの言ってたね。めっちゃ笑ったあれ。聞こえた普通に。めっちゃ。めっちゃ喋ってた3人で楽しかったですね。うん、3人でたくさん喋った寝よう今日は、たくさん
明日のために寝よう。明日も頑張りましょう。すみません、15分ギリギリになっちまって。ありがとう。明日も来てくれる人は楽しみましょう。配信でも見てね。バイバーイ。じゃあね、バイバーイ。また明日。バイバーイ。おやすみー。